高校生ビジネスプランコンテストっていうのに参加して経営を一から学んだんですけど、すごい大変だったんですけど奥深いなって思って、その経営の分野をもう少し深く学んでみたいなと思って福岡大学の経営学部を選びました。九州の中で一番大きくて出会いが多くあるなって思ってて、自分の視野を広げたいと思った時にたくさんの人と交流することが一番視野が広がる近道かなって思ったので、商業高校から大学の商学部に進学すると一気に視野が広がって、自分が学んでたってことはまだこんなにちっぽけだったんだと思って、経営面でマーケティングだったり経営心理学、経営戦略論とかこういうことかっていうふと気づくことがの方が多かったかなと思います。経営戦略論っていう授業を取ってて、でそこでいろいろな企業が自分では考えつかないような逆転の発想を使って企業を成長させるっていう授業があって、難しい中に経営をしていく楽しさってこういうところにあるんだなみたいな、消費者の季節だったり時間帯だったり年齢だったりによって欲しいものだったりは変わってくるし、自分視点じゃなくて相手視点に立つことの重要性だったりとかが分かった気がします。商学部だとこう経営を学びたい人とこう会計を学びたい人に分かれるんですけど、1年生でどっちも学んで深く学びたいって思った方を選べるんですね。ゼミでは班を作ってフードデリバリーサービスのような新しいサービスを考えようみたいな、で班で授業以外の時に集まって話し合って考えるっていうことをしてました。人がいるからこそ企業は動いてるし、その人を大切にしていくことは巡り巡って企業が順調に進んでいくことにつながるっていうのを教えてもらってて、私も部活動でキャプテンをしてたので部員一人一人に寄り添うことはもう常に意識してて、一つの物事を決定した時にはその考えとは反対の考えの人は必ず一人はいて、でもその一人のために考えを変えることっていうのはなかなかできないので、その一人に寄り添ってできるだけその人がその考えに納得してもらえるようにじっくり話し合う。実際会社を運営するわけではなくて部活をこう運営していくっていう感じで少し似ていて、そういうところは活かせたかなと思います。1年生2年生の時にちょこちょこセミナーだったり講座を受けて、で3年生で部活が終わった後にキャリアセンターに通いながらエントリーシートの添削だったり面接の練習をしてもらいました。生徒数が多い福岡大学なんですけど一人一人に寄り添ってもらえるなって、ゼミの先生だったり就職活動の時は就職支援センターの方だったり、4年間を過ごしていく中で本当にたくさんの福岡大学の関わってる人たちに支えてもらって進みたいと思う道に進んでいけてると4年間で実感したので、もう就職先も決まっていて、そこでもやっぱり商品をより多くの人に届けたいっていう気持ちがあって、でその中で自分が学んだ経営戦略論とかマーケティングとか経営心理学を生かした商品販売ができればいいって思っていて、で最終的には会社の経営を担えるような人材になっていきたいなって思ってます。